はい、どうも、横浜 YouTuber の朝日です。本日は横浜出身の芸人、出川哲朗さんについて紹介していきたいと思います。もうね、幼少期から大人気になった経緯まで、なるべくね、わかりやすく紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。横浜 YouTuber では、いろんな再生リストを作っているので、よかったらチェックしてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。はい、早速紹介していきましょう。出川哲朗さんは、横浜市神奈川区出身です。1964年の2月13日生まれで、妻は元レースクイーンの阿部瑠璃子さんです。日本のお笑いタレントでマセキ芸能者所属、劇団シャララの座長をしています。リアクション芸人の代表格としてダチョウ倶楽部と並んでね、数多くのバラエティに出演していますよね。出演している番組などは、出川哲朗の充電させてもらえませんかや、世界の果てまで行ってきゅ、騙された大将や、動物リアルガチ図鑑、出川哲朗の病院の歩き方などね、もう数々のね、番組に出演しています。僕は中でも、イッテ Q と、うわ、騙された大将が大好きなんですよね。毎回めっちゃ面白いんで、本当に大好きです。ここからは生まれから紹介していきます。父、出川誠一郎さんと母の安子さんの次男として生まれました。実家が創業120年以上の老舗のり問屋で、幼稚園へベンツで通っていたそうです。小学校は横浜市立高ヶ谷小学校。学校で目立つようなことはなく、ガキ大将のゴマを吸って気に入られることで、周囲に威張っているような子供だったらしいです。そして中学校に入り、水泳部に所属し、栗中のね、飛び魚と呼ばれていたそうなんですが、入部した理由が全く泳げなかったから泳げるようになりたかったというね、入部理由だったらしくて、栗中のね、飛び魚ほどもう飛び魚だったのかっていうのは怪しいです。この栗中の飛び魚ってセリフは結構イッテ Q とかでもよく言ってますよね。そして高校は武装高校へ入学しました。高校時代はヤンキーで、当時のあだ名はキレとナイフだったと自称していますが、見た目からそんなにヤンキー感はなくてね、お笑い感がすごくあるので、実際のところどうなんですかね。高校卒業後は大学へは進まず、板前の修行の準備として滋賀県大津市にある月新寺にて調理実習をしていました。ですが出川哲朗さんはこの修行の準備中に葛藤していました。大好きな矢沢永吉さんの本成り上がりを毎日読みながら、お前はこのままの人生でいいのかと自問自答を繰り返していました。そしてやはり夢は諦められないと暗示に頭を下げて横浜に帰ってくることにしたんです。横浜に帰ってきてから、その後1985年に横浜放送映画専門学院に入学し、卒業式には伝説のスピーチを残しています。俺に5年の時間をくれ、頭出したる。俺に10年の時間をくれ、有名になったる。俺に20年の時間をくれ、頂点取ったる、というね、伝説のスピーチを残しています。もういや、普通にかっこよすぎる。この時は横浜放送映画専門学院は今の日本映画大学なんですけど、この時の出川哲朗さんの夢は俳優になることだったらしいです。そして1987年2月、専門学校時代の同級生だったお笑いコンビ、うっちゃんなんちゃんの二人と、入江雅人さんと、プロジェクトチーム、シャララを旗揚げ、自ら座長となり、公演を開始します。この時は、自らメンバーを含めたギャラ交渉やスケジュール管理をしていたそうです。1986年、君は裸の神を見たかで映画デビュー。1986年から1989年まで脇役ながら映画男はつらいよのシリーズ第37作幸福の青い蝶から第41作の虎次郎心の旅路まで5作品連続で出演しています。この時期は他にも多数の映画にエキストラとして参加しており、うっちゃんなんちゃんからはエキストラの帝王と呼ばれていたこともあるそうです。1990年4月からはテレビ番組うっちゃんなんちゃん with シャララに出演。この頃からテレビタレントとして本格的に活動を始めていきます。その後テレビ番組ビートたけしのお笑いウルトラクイズをはじめとした体を張ったロケ、ドッキリ企画などで見せる立ち振る舞いやリアクションの面白さが徐々にお茶の間に浸透し、次第にテレビ番組においては欠かせない、いわゆるいじられキャラとしての地位を確立していきました。1993年第13回ビートたけしのお笑いウルトラクイズ優勝。一方でキャラクターが世の中に浸透していくにつれ、女性視聴者からは敬遠される傾向が出始めました。女性ファッション誌アンアンが毎年行っている読者アンケート嫌いな男ランキングでは毎年上位にランクインするようになり、2001年から2005年までに5年連続1位を達成し、殿堂入り扱いとしてアンケート対象から除外されたそうです。
しかし2007年2月放送開始の大人気番組「世界の果てまでイッテ Q!」に出演し、体を張ったリアクション芸、デヴィ夫人の死ぬまでにやりたい10のことなどでのデヴィ夫人との掛け合い、出川イングリッシュ等でいじられキャラの徹底した仕事、出川本来の人柄が認知され、現在では人気好感度の高いタレントとなっております。出川哲朗さんはこのことについて、僕が応援してもらえるようになったのは間違いなくイッテ Q! あってのことですねとコメントもありましたが、他にも体を張り始めてから27、8年、仕事内容も僕自身も何も変わっていないです。それなのに急にブレイクとか言われても本当に周りは勝手だよと言っていました。イッテ Q! のおかげで子供の世代や親世代に親しみを持ってもらえたおかげで、専門学院のね卒業のスピーチの言葉通り、出川哲朗さんは2020年1月23日に一番面白いピン芸人ランキングで見事2位にランクインしています。もう本当にかっこいいです。以上、今日はね出川哲朗さんについて紹介していきました。結構アメトークとかで言ってたのが、出川哲朗さん結構熱い人らしくて、お笑いのこととかお笑い芸人の仲間でねすごい熱く語ったりするそうなんで、もう本当にいろいろ出川哲朗さんのことを調べていくうちにね、もう結構熱いセリフとかあったりして、テレビでは結構いじられキャラみたいな、ポンコツキャラみたいなやってますけど、本当熱い人だなと思ってかっこいいなと思いました。本日はねこんな感じの動画で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。